かミスしちゃったんよ、ゲネで。ゲネで間違えちゃったの。ゲネで。何個か間違えちゃったから、それを明日の初初日では間違えないようにする。逆にゲネで間違えれてよかった、うんうんうん、こんばんは。ラパリンハートありがとう。イメムキサンプディアサンプディアさんハートありがとう。リンくんファイトありがとう。リュウくんハート、あ、明日待ちに行くよ、楽しみ。え、ありがとう。ね、そう、待ちそわって言うんだよ。昼公演、夜公演。待ちねと、そわ、なんだっけな、待ちそわ。待ちそわって書いてた、あの、なんか、進行表みたいなのにも。ナポリンさん、ハート、ありがとう。ゆめがねさん、お疲れ、ありがとう。かずくん、ハート、ありがとう。ディオさん、ハート、ありがとう。ゆめがねさん、ラブレター、ありがとう。あ、そう、待ちねと、そわれ、そう。そう、あれ誰かいるの？じゃーん。降りるからこうして。くるくるでした。今日は私は、うん、こんにちは。今日はなんと岡田あずみと、うん、岡田あずみファンの皆さんの、うん、あの舞台の初日前の緊張感を味わってもらわないといけないから。私は介入しちゃいけない。配信で。そういうこと、ジャケット持ってた。そうよ。そうだよ。実はね、実は、同じホテルに泊まってるんです、今。同じホテル泊まってて、そう、くるくるの部屋にいるんですけど、くるくるの部屋で配信してもいいって言ったら、初日、前日のあずみんとファンの大事な時間、私がいてもいいのとか言って。空気読めるからさ。そう、そう。空気読んでいく。らしいです、うん。こんばんは。押しかけちゃった。ホームシックは今解消され中です。おお。わしは今日気持ちよかったから。でしょ？うん、くるくる一日東京にいただけでホームシックになりましたし。なんかあれなんだ。早すぎる。マジホームシックになるの。助けを求められない怖さだよ。でしょ？うん、周りにね、そう、知ってる人がいない怖さ。うん、でそうだよ。それでホテル何泊もするの怖いでしょ？怖いね。そう、移動とか自分でってなっても。でしょ？電車？東京メトロ？何それ？でしょ？そういう時は駅員さんに聞こえたよ。何回も聞いた、駅員さんに。あと道行く人にもう分からんけ聞いた。私も、うん、道行く人にここまで行きたいけどここの行き方が分からん時、うん、道行く人にすいませんって、ここどうやったら行けますかね。最終手段。怖いかなと思うけど、うん、意外にも優しい。え、そう、みんなね、うん、教えてくださる、すごく優しく、うんうんうん、そう、優しい世界。配信でもメールでもホームシック風だったの？くるくる。そうだよ。ホームシックルクルだから。ホームシックルクルしてたの？してたよ。こんばんは。アズクルの仲良すぎる配信と聞いてきました。早い。情報が漏れるのか。みんな回してんのか。ね、こんばんは。こんばんは。慣れちゃうとすごく軽くて便利。そうなの、なんか。何線何線が多いよね。え、多い、めっちゃ多い。それ分からんくない、うん、何線か分からんよね。丸の内線、そうそうそう、なんとか線いっぱいある、うん、あ、そうなんだ、地方人の集まりなんだ東京って。お、さっき言って試合楽しかった。お、行ってたね。さあ、これあずみんがくるくるに会いに来たの。そう、違うよ。くるくるがあずみに会いに来たんだよ。くるくるがあずみに会いに来たんだよ。
東京の先輩やね。そうだよ、東京の先輩、私は東京先輩。え、そう、色ついてる、色ついてる、うん、色で見分けたりしてるけど難しい。赤、赤オレンジになる。でも結構そうよ、あれ今日はもう噛んでいく、あちょっと歩いてあった駅とかに降りて、うん、でその駅の名前から調べて、私が行きたいとこの名前を入れて、その Google とかで調べて行く、うん、もうほんまに行き当たりばったり。え、どういうこと、どういうこと、駅までばったり行く前に、ここ行きたいから何線乗るとか調べるんじゃなくて、うん、とりあえず歩いて近くに駅があったらそこに行って、そこの駅に降りて嘘、そこの駅の名前を調べて、うん、もうそっからもう適当に乗る、やばとりあえず乗る。えー、怖っすごくない、よくそれでたどり着けるね、この場所に逆にすごいと思う。え、しかも行き当たりばったりで駅にたどり着けるのかすごくないそれ、うん、ね、豪快すぎる、本当にそんなことできんわ。じゃあめっちゃ私慎重に行っちゃうわめっちゃ調べてる。まあでもね、あずみはなんか集合時間とかがあるけん、あ、まあね、うん、集合時間も全部送ってもらってる。1日フリーで自由だったけん、あー、 それはねちょっと自由にできそう、うんうんうん、でもよ、でもすごい、無理でする、してる、しゃべる、こんばんは。え、寝過ごしたりしたら千葉県や神奈川県まで止まらないって怖くない？県変わってるみたいな。そう怖いよね、終わったって思うよね。ね、もう終わったじゃ済まないよな。ホームとホーム離れてるとかあるよね。もう速っ、スピードが速くない？え、速い、めっちゃ速い、ね、うん、私の体感でも耐えられない。新幹線かなって思うぐらい速い、終わった、うん、ほんまに。あと車両も長いし、うん、ね、いっぱいついてるよね。わ、千代田線今日めっちゃ見てる。え、路線覚えたら次は出口覚えないといけないから大変。え、そう、ほんとに、ちね、マジでずっと真逆行ってるだけなんか南と北があったとするじゃん、うん、で、北口から出て、うん、出た方が目的地は北口から出んといけんのよ、うん、でも、その2発を外す、毎回。いや、南口の方出て、書いてあるよ、上に。いや、書いてないんよ、書いてあるよ。いや、どこに行きますかまで書いてないじゃん、そう、わかる？南口の方出たら、うん、そっちの注文の目的地の方が南口近い、あ、そういうことね、その方が近いよまでは書いてないから、あ、ね、どっちだろうと思って、うわ、それ最悪。そう、こっちと思って毎回2分の1外してる、何回も。東京来て駅にたどり着けてるのは方向地じゃない。もうね、ほんまに、え、ほんまに歩いてたら駅が出てくるの、ラッキーなこと。こんばんは。そう、そう、結局遠回りしてる。私は上を 見てるの、ずっと。何線何線何線、いや、マジで新幹線ぐらいだよ、新幹線ぐらい。行き当たりばったりとべったらぼったら似てるみたいえ、そこ、あと歩道の、歩道エスカレーターみたいなのもある。駅、歩道ベルトコンベアみたいな感じ。へぇ、の新幹、飛行機の乗り場にあるやつかな、多分。そうかもしれない。エリスでクルクル見てから中目黒まで歩いてから、え、どれぐらいかかる。場所によってはその2分の1致命傷になることも。え、そうだよ、本当にね、致命傷なりかけてる、致命傷に。埼玉から東京過ぎて横浜まで乗り込む、出口がいっぱいありすぎて分かんないのだから全部書いててほしいと。駅と駅の距離が数百メートルとかって、そう、動くほど、そう、動くほど歩いていける、歩いていけちゃう。ベルトコンベア、え、そう、乃木坂駅、そう、行ったの。え、行った？え、今日は行ってない。行ってない？いちごと行った。あー、あ、AKB の衣装店の時か、うんうん、でも乃木坂駅滞在時間1分とか。それ行ったな、行ったか通り過ぎただけじゃなくて降りて、うん、で帰りの新幹線間に合わんってなってバスを。そういうことね。そう、行ったけどね、うん、乃木坂駅行ってみたい自分。え、大江戸線は
と栄養の線路え、思う私それ毎回出てくる私も線路のやつに歌ってる、うん、頭の中でね抱きしめてビヨーンズさんのそこんだけれどなんてずっとちゃん栄養の線路麦神社行ってみたいなどこら辺なんだろう乃木坂のところって桜坂もあるあるの分かんない行きたいあるのかな桜坂欅坂はあるよねあるよね千鳥あ鳥居坂鳥居坂もともと鳥居坂鳥居坂うんうんあ桜坂あるんだ鳥居酒屋みたいなイントネーションえ、私イントネーションごめんね言ったじゃん前、うん、ごめんねの話うんごめんねのイントネーション、うんうん、今もまだ注意されてまだ今日のゲネプロでも間違えて注意されて気をつけないといけない そうほんまに難しいずっと今日唱えとったごめんね五反田と一緒だよ五反田ごめんね五反田ごめんね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 、 ごめんねずっと唱えてたごめんねごめんね先生って言うし先生だよ先生っていうマジでそうそう昨日そのフェスの後言ってないんだけどなそのみんなで夜ご飯食べに行ったんですけど、うん、あずみんのイントネーションおかしい話になったのマジでみんなでもうだってそのメンバー私のイントネーションに言及してくるメンバーが揃ってくる昨日くるくるちゃんとパセリさんそのマネージャーさんもみんなにその言ってるメンバーみんなに言われたことあるイントネーション、うん、あ桜じゃないんだけど桜の方の桜坂があるんだこんばんは昨日初めてくるくる見てめちゃかわいかったあ嬉しいかわいかった嬉しい嬉しいごめんねごめんねのイントネーションだそっかごめんね嫌だ確かに嫌だやだそう思ったよ取り消さくはそう初めてごめんね乃木坂乃木坂以外の発車メロディ発車メロディなんだっけ僕の君の名は希望だっけって違うかなんだっけえあれだよ秋葉原恋するフォーチュンクッキーだあっちすごいちょっとすごいよねごめんねイントネーションごめんね君を好きになっちゃってトゥヒトゥヒトゥヒサマステの会場欅坂の近くあっ、うん、そうなえ東京なんとか坂って言うのえあのね渋谷もなんとか坂ってあった書いてあったなんか坂六本木ヒルズの欅坂の南側の桜坂へえ君は今日か今日寒いこんばんはあどそれそれそれ道玄坂みたいなそれ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 そんなのあ道玄坂ねうん道玄坂っていうか道玄坂分かんない分かんない道玄坂道玄坂ね道玄坂か合ってる道玄坂くるくる秋葉行ってないよ今日今日はね川崎ね川崎違う東京じゃないけど川崎とあそういうことね品川駅行った品川確かに広島駅え広島駅瀬戸内の声にしたいねいつか確かにねステイヤだから瀬戸内の声だ今なんだっけスペイン坂もあるのすごいんだそんな日本じゃないもん今どれくらい緊張してるでも今はそんなだよ緊張してない今日のゲネプロの前の方が緊張してた明日の本番直前に緊張すると思う山を今は海を山そんなに緊張してないです海を山に出てきたから坂が多いそうあれ待ちねそうあれラゾーナ行ったよラゾーナ川崎行ったよでも舞台用語結構違う舞台用語みたいなのがあもうそのステージみたいなうんあの、うん、の中でとかゲネとかリハとかで使われるの言葉違ったりするめっちゃそうめっちゃわかんないちょっと例に一つミザンスミザンスうんリハミザンス違う何ミザンスはねミザンスなんじゃんす
ナンサンスでもない、リダンス。何？なんか正解はあの確認動きとかのをバータリみたいな感じで確認するみたいな、稽古の時にミザンス。私の立ち位置ミザンス。そんなダサい人が。どういうさ、どうやってつけたんかのミザンス。そうな、ミザンス。そう、でもなんか舞台です、ね、舞台とかだと昔の言葉そうから引用してそう、ね、小屋入りとかもさ、あ、小屋入りね、ね、なんかちょっとかっこいいよね、うん、小屋入りかっこいい。地下鉄銀座線の渋谷駅は地上3階にあるよっていう、もうこの単語意味わからん。地下鉄地上3階にあるよ、ね、どういうこと？思った。私もさ、うん、地下に乗ったんよ、うん、たら気づいたら地上に上がっとって、そう、え、なんで上におるんって思った、うん、ね、地下鉄なのに、そう、地下鉄の思ったよね、地上3階と分からんよね、それ、うん、あ、フランス語らしいよ、ミザンセーヌ。フランス語なんだ。フランス語、あ、ラフランス来るかもしれない、うん、マシ、あ、都民でも不思議。あ、そうなんじゃ。東京メトロってなんか響きかっこよくて言っちゃう。東京メトロ昭和感ある。東京メトロ、うん、ある。でもエモ、メトロ線、うん、結構あるらしいって思ったら、あのアストラムラインも地下から地上に行くらしいの、最、確かにいいと思って。アストラ、アストラムライン、地上ない、地上でどこのタイミングで地下行くんだろう、アストラムライン。多分、ああ、確かに地下だ。そう、本通りとかは地下だね、地下だよね、うん、地下で乗ったけど中筋とかでは地上に上がっとる。そこに乗ったことないか。あの広域公園前、サンフレの広域公園前とかまで行ったら新宿とかも、そうそう、地上に上がっとる。そう、いつの間にか、あれも気づかんかった。確かにそこ意識して見てなかったよね。意識してなかったよね。地面が下がって線路が浮き上がってる。でも乗っててさ、うん、坂上がってるかも下がってるかもなくない？なあ、ないよね。ずっと平坦に乗ってる気がして。あれ空気じゃろ？え、浮かんだもん。アストラムって空気で浮かんだ。え、浮かんだもん。磁気か、磁石、磁石で浮いてる。あ、そうなん。あってますか？ガタンゴトンじゃないか。え、そっか。アストラムラインは磁石で浮いてるよね。え、笑われてる。え、違う？え、違うかな？わかんない、わかんない。マジずっとそうだと思って。すごくない？それ。すごくない？それ。めっちゃさ、うん。え、近未来じゃない？じゃけ、なんか台風来ても、うん。なんか地震はわからんけど、うん、何が来ても止まらんっていうね。え、アストラムだけは。と思いっきりタイヤでしたって。ねえ、嘘言わんで、ちょっと。なんで、どこ、え、何じゃん。え、じゃあなんでさ、アストラムはさ、うん、そんな止まらないの？え、それは強いんじゃない？ただただ。雨風に。雨風に強いんじゃない？私ずっと空気に浮いてるんだとか思いながら乗ってたんだけど、普通に。あ、リニアだって。リニアモーターか？リニアモーターかってなんだっけ？アストラム？アストラム？でも、まあ、タイヤって言ってますよ、ここみんな。全員何を言うとんねんって言ってるみんな。英語が切れるし。わかんない。英語なんだけどわかんない。え？てか別に、まあ、今のは予言しただけ、私が。あ、そういうこと？うん、いつかなってるかも。そうそう、そういうこと。はい、そういうことか。よろしくるくる。あ、線路じゃないんだって。あ、じゃけ、あ、タイヤってことじゃけ、車と一緒か、うん、うん、ってことじゃない。そういうことか、じゃけ、うん、電車とはじゃけ違うんじゃけ、違うのは違うんじゃない、うん、違ってもうほぼ置いとるみたいな。え、でも、いや、浮いてはないよ。タイヤだって空気入っとるじゃん。いや、だったら車も浮いとるよ。だった
ったら車も自転車も浮いてるよ。いや違う、みんなが知らんだけ、みんなが知らんだけで、うん、人類が気づいてないだけで。そういうこと？アストラも浮いてるの？うん、はい、タイヤで車の速さだったら、うん、まあ、浮かずに済んだけど、うん、くるくるだけは知ってるんだ、その事実にすごい。タイヤ、タイヤ、車はゆっくりじゃけん、うん、浮かずに済んどるけど、うん、アストラも速いからね。確かに速さでね、確かに。そうそう、浮いちゃう速度でビューン、浮くつもりない、浮くつもりないけど浮いちゃった、うん、うん、浮いちゃったアストラも。苦しまたもすごい今大予言。あ、遠くの子はもしかだ、こんばんは。クルクル、そうそう、結構ガチ、どこでもドアできんのかなと思う。無理かな。100年後とか無理かな。どこでもドア、どこでもドアむ むずそう。千年か。え、じゃあ何ならできそうだと思う。ドラえもんのアイテムで竹子豚。あ、竹子豚いけそう。でもそのもうそうなってくると、まあもうなんか飛行機問題とか大変そうだけどね。ああ、あのルールができそう。空で浮くルール。だって時間とか予約制じゃない。確かに。この時間、この日のこの時間は私が使うのでみたいな。この線もできるかもよ、うん、空の線。苦しません。この線、空線。そんな固有者ある。空を持てるのね。何できる。竹子豚はまだいけそう。だってどこでもドアの方がむずくない？あれはだって時空がおかしいもんでしょ、うん。でもあれいけそう、タイムマシーン、ミニタイムマシーン。え、だって感覚的にはあれだよ、あれと一緒なんだよ。ミニタイムマシーン、タイムマシーンってあの時差があるじゃん。日本19日に日本を立って、なんかアメリカがどっか行ったら、いっそっから飛行機の滞在時間的には12時間ぐらい経ってるけど、アメリカ着いたらまだ飛び立つ日の朝とか、うんうんうん、あるじゃん、うん、そういうのなんか利用してタイムマシーンできんかな。無理か。だって戻ってるよ、タイム。あ、でも未来にも行けるんか。うん、無理じゃん。無理か。絶対タイムマシーン無理か。あれは結構軸歪んでるから、ね、軸歪んでるから行けるのかな。タイムマシーン、その原理でいくとタイムマシーンいけることも。地面とタイヤの間に紙入るからね、アストラム。本当？じゃあ私が言ってることは間違ってる。あ、暗記パンだって。空気砲ってどういう技だっけ。空気砲、なんか、うん、こんな筒みたいな手につけてポンって言ったら空気が出て、あの空気で、あるんじゃない。空気で人が吹っ飛んでる。あるんじゃない、それ。それはある、あるすでに。確かに。それはもう魔法とかじゃない。頭にドローンあるの？翻訳こんにゃく？確かに。苦しませんの鳥です。確かに私がさ、寝起きこんなの飛んでたら鳥です。取られちゃう。無理か、夢。確かに暗記パン欲しいな。ビッグライトね。ビッグライトとかの方がいけそう。いけそうじゃない？ビッグライト。無理か。無理か、ビッグライト。無理でしょ。え、だってライトつけたら大きくなるってことじゃん、体が。うん、体大きいよ。無理でしょ。無理か。いや、何年後よ、何年後。何百年後とかよ。だって人間の体がそう、なんか変化せんとダメよ。まあ、そっか。やばい、やばい。アズミは相当やばいんじゃない？無理か。夢の世界だな、じゃあ。そう。タイムマシンで未来から来た人は絶対いると思ってる。だからタイムマシン、あ、信じてる系ね、でも。いそう、確かに。うん。明日から4日間、ファイティン、ありがとう。ありがとうございます。確かに、明日初日とは思えない配信だね。そうだから、だから配信を部屋でしたらって思った時期、その私が入ったらその変な配信になっちゃうから、初日の空気を壊しちゃうでしょって。いや、でもあの気持ちね、ここで穏やかに。変にさ、気張りすぎててもさ、逆に緊張しすぎちゃうから。頑張りますって。そう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 、やっぱり気持ち楽にね。今何分？
今56、あと4本。じゃあ、あと3分はじゃあ、真剣モード入って、はい。なるほど。ちっちゃくしゃべる。いや、でも。言わせてほしいけ。でもさ、言えれんのよ。もう話せることない。ネタバレになっちゃう、全部。そっか。そう。じゃけ、そう。どういう心意気？心意気？客観的には、2人どっこいなくない？客観的には、何？もう一回言って。なんて言ったっけ、質問。くるくる言いますっけ。おばせんと怖いの。なんでだっけ、なんでさっけ、うん、あ、心意気、心意気、あ、心意気か、心意気は未来から来たって言ってた。心意気むずい。心意気はでも初めてなので、じゃあそれインタビューしよう。あ、ね、インタビューして、そういうのはやりやすいわ、うん、初めてなので、初めてなので、うん、緊張はするけど、うん、でもめっちゃ稽古で何十回も通してはきとるんよ。あ、そうか。そうで、ゲネプロ前もめっちゃ緊張したけど、うん、セリフ吹っ飛ばすはなかったけん。おお、うん、明日の緊張具合だけど、もう落ち着いてやりたいなと思います、うん、そうですね。じゃあ見てほしい、ここを見てくれという、なんかまあネタバレならない程度でありますか。そうです、やっぱり結構可愛い役なんですよ。あ、そう。可愛い、そのあの世界観からすると、うん、ちょっと可憐な可愛い、あ、可憐ね、守りたくなる系な役をしてるから、はいはい、うん、やっぱりちょっとハンカチ必須かもしれない。あ、なるほど、大事ですね。大事、これ大事、うん、ハンカチ必須ですね。持った、ちゃんとハンカチ持ってきてない。あ、そう、後ろくないみたいな。何言ってよ。やめてよ。え、ハンカチ持ってないんですって。あらよ、私ウェットティッシュ派なの。いや、な、新しい、珍しい、ウェットティッシュ派って。ウェットティッシュ袋で持ってくるタイプだった。そういうこと？あ、58分やばい、あと1問って言ってさっき買ってたけどね。そうそう、ウェットティッシュ、え、なくなったんや。あ、そういうこと？そうそう、なくなったん、替えがね。そうそう、あ、その時間、じゃあ最後、うん、最後、最後の質問、ラスト、ラスト質問、なんだろう、でもさ、一言、最後。一言、最後、うん、いや、ま、もう本当に、もう世界観的にも、すごい面白い、なんだろう、ストーリーだし、うんうん、設定にもなってるし、私もやってて面白いなと思うので、うん、まだチケットも受付中なので、ぜひ。しかも初日って結構大事だと思う。ぜひ来てください。初日しか見れない。いや、うん、本当に、雰囲気感とかね、ある、空気感も。ある、うん。終わった後にちょっとしたトークもある。お、あ、そうなの？そう。それもね、うん、込みで楽しんでもらえたら、はい、お願いします。そう、ちょっとしたね、ちょっとした、これ大事です。初日、初日の雰囲気大事、初日、初日大事ね、うん、やっぱり来た人しかね、やっぱでも全部ね、いい子、いい、もちろんいいのは、うん、もちろんいい上でね、うん、いい上で、あと、うん、お見送りがあります。お、昼は、はい、昼はお見送りがあります。誕生日、はい、誕生日です。いや、9歳。いや、59、59、やばいやばい。13位、7人さん、12位、ヒヒさん、11位、コイさん、10位、ゆずきちさん、9位、ケイセティンさん、8位、こにゃまるさん、7位、ニコライさん、6位、みやんぽーちゃん、5位、ぬしーさん、4位、ひげめがねさん、3位、ひげやすみさん、2位、りおさん、1位、たくあさん、ありがとう。やばい、0時、00分、ありがとう。おやすみ。3位、ヤルド、ありがとう。2位、また明日。1位は、よしずみ、ありがとう。ありがとう。